浜田剛さんとセレスコ大さんです。まずこの一覧のね、バレーロの一覧の強さが要注意ですよ。はい、 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦、チャンピオン赤いトランクス赤いグローブのバレロは1ラウンドに過去19度ナックアウト勝利を決めています。23戦全勝全 KO 勝ちのバレロがまずはパンチを出していく、その周りを白いトランクス初挑戦36歳10ヶ月島田武弘が回っています。ボディ、左のボディです。もう少し大きく動いていいですからね、はい、まずこの一覧をかく乱することですね。島田ですね、はい、初挑戦の島田です。島田ですね、リングの上での表情はすごいね、はい、落ち着いた表情ですよね。落ち着いてますよね。そして逃げるつもりは一切ない、真っ向勝負を挑んでいくと話した島田武弘、男です。バレロはやっぱりスタートから狙ってますからね、このタイミング外せばいいんですから、はい、バレロとしてはどのパンチを狙っているように見えますか。まあ、まずは左のまっすぐですよね。左のまっすぐそして島田が打ち返してくるところを右フック返そうという感じがありますからね、右は狙っていた、左のフックを狙っていたカウンター、大きく動いてまずは試合はタイミングをずらさせればいいんですからね、あっという間に1分以上が経過しています。 WBA スーパーフェザー級タイトルマッチ、これが4度目の防衛戦、チャンピオンバレロ1ラウンド KO をもちろん狙っているでしょう。狙ってますね、狙ってますね。ワンツーから左を狙っていきました。島田選手としてはね、少しタイミングが分かればだね、やはり大きく動いた方がいいですよね、はい、大きく動いた方がいい、はい、パーフェクトレコードホルダーのエドウィン・バレンです。一方22勝 15KO 3敗1引き分けというのがこれまでの島田武弘のレコードです。ここはクリンチです。チャンピオンバレン選手のね、左ストレートはね、思ってるのが多分長いですからね、はい、その距離が分かるまでは足を使った方がいいですね、うん、一方のチャレンジャー島田としてはどのパンチを狙っているように浜田さんは見えますか。まずはですね、おっと左ちょっとぐらついた、プレッシャーに今圧倒されているところあるんですね、今打つということよりもまずはバレロのタイミングをずらさせないんですから。なるほど、時間はたっぷりあるんですからね、この偉大なチャンピオンに勝つためにも、おっと右に当たった、右に当たった島田の右、しかし左ストレート、バレロがパンチを出したところに合わせる、そのことによって衝撃が開花するというぐらいになります。まだ良かったですよ、あれをですね狙っている、一生懸命狙うということよりもですね、はい、タイミングさえ合えばいいんですから、そのバレロのパンチはどんなに強かろうが急所に思いっきり食らわなければいい、1センチでもずれればいいんだ、そう表現した島田武弘です。まさにそういうボクシングを今やってますからね。そうですか、少しずらして逆にチャンスを掴む、右おっとまた右だ、右のダブル島田武弘、ああバレロがそういう風に今食うっていうのは珍しいんですね、焦りを誘えばいいんですからね、少しイライラさせることも一つの作戦です島田です。後半まで十分時間ありますから、さあ1ラウンドが終了するのか、ここで第1ラウンド終了です。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦です。放送席は元世界チャンピオンの2人、浜田剛さんとセレスコ大さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングラウンド島田がパンチを浜田さん当てました。いやいいですよ、本当にバレロの方が随分焦ってきましたからね、今みたいに格乱して、そして、だんだんもっとバレロ出ようとしますから、その時にバレロが出過ぎたところを右を合わせればいいんですからね、はい、さあ第2ラウンドのゴングを聞きました両者です。バレロ選手の左がね、来たそこに右を合わせるっていうのね、分かってると思うんですけど、はい、なかなかできないことをね、一番のようからやりましたからね、はい、これまでパーフェクトレコード23戦全勝全 KO 勝利のチャンピオンエドウィン・バレロです。本当にすごい、あっとこれはパンチが当たったようにも見えましたが、これはスリーですよね、はい、今ボディに当てましたけど、スウェーバックバックセットしながらだったんですけどね、バランスにしたっていうのはあるわけですよ。なるほど、バレロのプレッシャーはやっぱりもう随分きついんですね、はい、だからもう少し見るんじゃなくて自分から動いた方がいいですね。なるほど、今島田が何か口にしました、おそらくバッティング頭を気をつけてくれという願いでしょう。いやクリンチ側の後頭部のパンチじゃないですかね。ああなるほど、クリンチが見られます。この試合セコンドについている元世界チャンピオンの柴田邦明さんはクリンチは作戦の中にはないというふうに話していました。とにかく攻撃パンチを続けることが作戦と話していました。寺島さん、はい、そうなんです。青コーナーサイド米倉会長、まず立ち上がりはいい立ち上がりだ、はい、ボディを打って下がってジャブフックで反撃しろという指示でした、はい、あー右右見事に打ち抜いた、こんなやつ簡単ですね。浜田さんバレロいかがですか今の。
バレーダメージはありませんか。ダメージはそんなないないですけどね。ハリー焦らせればいいですから。焦らせることがまずは重要。そうです。ただチャンピオンの圧力も強くなってきましたよ。そうですね。バレーの場合打たれたら打たれても打ちに行くところはありますからね。一緒だと打つ必要ないですからね。一緒に打つ必要はない。一緒に打つ必要ないですから。タイミングをずらすなり相手の土俵へ来てやる必要ないですからね。あ、なるほど。相手の土俵ではなく打ち合うことが重要になってくる。バレーが焦ってカッカ来てるところにポンポン当てることなんですね。それで後半まで伸ばして、バレーがもっと焦りますからね。そこを数を集めていけばいいんですから。はい、現役時代サウスポーキラーと呼ばれてサウスポーから2度世界タイトルを取ったその参謀の柴田邦明トレーナーはそのサウスポー、まずは足の位置の取り合い、これが重要になってくるというふうに話しました。前に出ている足が同じ方向になります。この位置をバレロの右側にその左足を持っていきたい、そのように話していました。左回りがそのサウスポー対策の定石という状況を実行しています。ロープに詰まるのは危険、詰まっちゃいかんですよ。はい、強引に行きますからね、バレロの場合は。その強引に来た時のパンチ力が半端ではないですからね。うちのパンチ、打ちますからね。ちょっとパンチが中途半端になっているようにも島田見えます。プレッシャーきついですね。プレッシャーなんですね。残り時間が10秒少々、第2ラウンドです。リングの中央似合う両者です。様子を伺っている。合わせていったのは島田。左ストレートバレロ、なんなタイミングアイメージですからね。機動力をまとえ日産のデュアリース限定車出現。じゃんじゃん食べても食べてもうまいがなかなか終わらない。この味やみつきガッツリッチ新スーパーカップデビューイカ塩もいかがエースコック。第2ラウンド島田の右ノックが見事にチャンピオンを捉えました。まともに入りましたね。顎を捉えるチャンピオンバレロといえどもその顎は弱点であるはずだと信じて疑わない島田丈弘の見事なパンチが第2ラウンド決まっています。バレロの場合はですね、本当顎も強くて一発で倒れるような選手じゃないんですね。後半までどん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 数を上げればいいんですから、そしてこのバレロに焦りを感じさせることが一つそのチャンスを増やすことにもなるでしょう。ビーン、おっとこれはカウンターで入ったか。惜しいタイミングですね。惜しいタイミング、ナイスタイミングですよ。右がカウンターで入ろうかというタイミングでした。狙っている、いい目をしている島田丈弘。しかしそれを打ち崩すかのようにエドウィン・バレロが打っていく。ちょっとチャンピオンのね、バレロ選手ね、ちょっといらだってますからね。いらだってますか、はい、どういうところに現れてるんですか。雑になってますよね。雑になっている。倉島さん、はい、チャンピオン陣営のね、ケニー・アダムストレーナーもパンチが大振りなので1発じゃなくて2発3発とコンビネーションを使っていきなさいという指示を出していますね。はい、88年のソウルオリンピックでアメリカチームを率いましたケニー・アダムストレーナーにこの試合からその指導を頼みました。アマチュアでの実績、そして17人の世界チャンピオンプロでも生んでいるという実績ですから、26歳のこの世界チャンピオン3度防衛に成功、偉大なチャンピオンですがまだ成長をしたいという願いがあります。ロープに詰まらないですよ。ロープに詰まらない、絶対にロープに詰まっちゃいけないですね。やはり後頭部を打つなというようなもうバレルの場合ですね、相手の顔が目の前にあったらどんな位置からでも打ちますからね。どの角度からでも強いパンチですからね。打ちますからね、はい、セオリーなしに打ちますから、はい、左構えですが、その左ストレートはまあ一番強いパンチとして右のフックでも右のジャブでも倒すようなそんなパワーがあり、何でも打つんですね。とにかく自分の目の前にある、うん、相手を打つというやり方で、はい、踏みついたらそのくっついている最中にもパンチを出していきました。右のフックを狙っていた、まあ、今島田が、ボディ打ちに行きましたけどね、ボディはできる限り後半に持っていった方がいいですね。あ、そうですか。ボディ打ちに行く場合はバレロ必ず相手の顔面打ちますから、打ち下ろしていくわけですね。打ち下ろしますからね。そうなんですよね、まあ、相打ちなんかするとやっぱバレロのパンチ相当のもんですからね、はい、相打ちではなくてわずかに外してという島田の言葉通り、これが本人できるんでしょうか。見事に当たった大歓声、日本武道館。あの右のねパンチを打ってますからね、あの後今度ね返しまで打ちたいですね。返しまで打ちたい、はい、単発で終わりたくない。そうですね、島田です。
島田はプレッシャーを感じながらもうまくやってますよ。はい、この試合はメキシコ戦8オンス、衝撃が強いと言われるそのグローブを使っています。このグローブは浜田剛さんの現役対ハードパンチャースクラッパーグローブですが、本当に手応えあるグローブですからね。ということは KO 決着必至と、そういうですね、見ていいですね。島田としても判定という言葉は特に口にしていません。この偉大なチャンピオンを倒して勝つ、その気持ちがあります。右を狙った、しかし打ちに行くことはできなかった。残り時間はありません。第3ラウンドはここで終了です。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチを戦う両者の、こちらは能力比較なんですが、浜田剛さん、はい、ご覧のようにつけていただきましたが、パワーでは少し島田が劣る。まあそれはまあしょうがないところですよね。ただディフェンス力、特にですね、はい、島田の今ディフェンス光ってますよね。それで、はい、バレロはですね、焦ると雑になってきますから、はい、そういうところつきたいですよね。つけいる隙はあるかどうか、うん、そこですから。第4ラウンドに入りました。このバレロが過去4ラウンド以降に進んだのはこれが3度目ということになります。過去は2度しかありません。タイトルを取ったモスケラ戦10ラウンド2分まで、そして去年の5月に本坊信人の挑戦を受けた試合8ラウンドまで行きました。しかし23戦全て KO 勝利です。島田選手少し相手を迎え撃ってますよね。あ、そうですか、島田ですか。そうですね、ちょっと足のサークリングをやめて、うん、はい、重心低くしましたよね。重心を低くした。寺島さん、何を狙っているのか。はい、藤田さんどうぞ。はい、柴田トレーナーなんですけれども、島田はようやくスタンスと距離がつかんだ、ここからが島田の本当のボクシングが始まるとはっきり宣言していました。セスコバヤシさん、はい、つかんだという言葉がありました。そうですね、多分合わせていくんですよね。思い切って打って出ます。自分から打って出る島田武宏です。36歳、これが初めての世界挑戦。バレロが焦ってきた。焦ってましたよ。少し雑になってきたか。うん、さあその焦っているバレロを焦らせるということを見事にここまでやってのけている島田です。そこからはですね、今度は、バレロが空振りしたところどこの位置で打てるかですよね。なるほど、できれば近い位置にいたいですね。うん、そうですね、中途半端だったらバレロまた何もかんでも打ちますからね。はい、しかし今踏み込んでいった島田、それをうまくバックステップでひらりとかわすバレロ、このディフェンス技術もあります。うん、離れ際に左のストレート。寺島さん、はい、今のインターバルね、チャンピオンのバレロ自身が自分の動きはどうだと陣営に聞いてきたそうですね。そうですか。心配することはないから、とにかく大振りにならずにコツコツ打っていけという指示が出ています。なるほど、本人も浜田さん少し心配があるということですか。うん、そういうことですね。なんていうかですね、勝って当たり前と思われてますよね。はい、そうですね。それでいてやっぱりパンチ食ってるわけですよね。そう、いい当たりだった。うん、右が決まった。島田武宏、ああいうの当たってくるとチャンプは焦りますよ。うん、おかしい、自分のリズムで戦えないのはなぜなんだ、そんな気持ちがあるかもしれません。今のところうまくタイミングずらしてやってますからね。うん、それが島田武宏の狙いです。今のやり方は本当に合ってますよ。今米倉ジムの島田武宏、米倉健二会長は過去に5人の世界チャンピオンを生んでいます。その第1号が今日トレーナーについている柴田邦明さんです。サウスポーキラーと呼ばれたその柴田さんの指示をしっかりと聞いて、そして柴田さんの評価では第3ラウンドまでリズムがつかめたというふうに言っています。相手の様子を見ている。パンチは出しませんが島田何かを狙っている。右のストレートを見事に当てたこの第4ラウンド。惜しい、空振りには終わりましたが見事な右ストレート。勇気持って打ってますよね。勇気を持って戦っている島田、見事です。第4ラウンド終了です。青コーナー挑戦者陣営です。米倉会長が見えています。この米倉会長は今チーフセコンドについている柴田邦明さん、ガッツ石松さん、中島茂雄さん、大橋秀幸さん、そして川島博さんと過去5人の世界チャンピオンを生んでいます。名伯楽です。その柴田邦明さんと米倉さんの米倉会長の指示をしっかりと聞いて第5ラウンドを迎えました。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦です。まだ試合は中盤です。浜田剛さん、はい、まず序盤をご覧になっていかがですか。うまく戦ってますよ島田ですね。本当うまく戦ってますよ。はい、どんなところが特にいいですか。相手の
打ち終わりを打つようになってきましたからね、これはまあ今のまだ今も打ちましたよね、バレロ打った同時に打ってますから、これ深追いすることは深追いというか連打することはまだないですからね。そうですか、これ後半行ってタイミングがあったら返しのパンチ、左に右を合わせました島田です。今も相打ちですからね、セレス小林さんは島田のどんな狙いがこの後功を奏する可能性あると見てますか。右をね今打ってるんですよね、まあ今あまりね深いをすると先ほど言ったところに本当パンチを連打されるんで、このままの状態でですね少し右を打っておいてですね焦りを誘いたいですね。なるほど、焦りを誘って、そしてまだ12回戦戦ったことはないこのバレロに最後まで戦わせるかどうか、どんなそのシナリオを描いているのか。チャンピオン今日かなりパンチ雑になってますから、スケールチャンスはね十分あると思いますね。そうですか、さあ左大きく左右と止まっちゃいけない、特にロープに詰まっちゃいけないですね。詰まってはいけない、リングの中央に戻りました。右のアッパー乗り込んでいく、チャンピオンも考えてますよね、どのあたり考えてますか。左をまっすぐ打ったりね、下打ったり、ちょっとフック気味に打ったり、全部角度変えますよね。このバレロはその実績からも本場アメリカが注目しています。実はかつてバイクの交通事故で遭ってしまったその怪我で、脳を手術しました。その影響でアメリカでライセンスが一時停止されたという過去を持っています。この今年の3月にそのライセンスが獲得できましたので、ちょっと今島田の動きが鈍ってきてますからね。そうですか、ちょっと一気に決めに行こうかという気持ち。その止まっている原因は何かありますか。いやちょっとパンチ食ったんですね今。そうですか、動き止めちゃいけないんですよ、左、こういったパンチも効いてくるんですね、細かいパンチ力でやりますからね。左ちょっとこのラウンドで島田選手ね、まっすぐ下がりすぎてますね。止めちゃいけないんですよ、動きを止めたくない島田、回っちゃうでしょ、少し効いているか。島田少し下がついた、島田の表情真っ赤になっています。いやもう不気味なんですね。左目少し切っているでしょうか。右目、ここはスリップ、苦しくなりましたね今。いや一気に苦しくなったか、コツコツと当てていたチャンピオンのパンチが効いているか。動きあるんですよね、やりストレート、ロープを背にしている島田に対して圧力をかけていく。ます、ね、残り時間はありません。ここで第5ラウンド終了です。第5ラウンド一気に島田がトーンダウンしました。まともに食ったというパンチのですね、ポン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 数当たって効いてきた感じなんですね、細かいパンチでも一気に効かせることが一つ一つ効かせることができるチャンピオン。このラウンドバレロ出てくるでしょうから、もう一回動くことですよ、前半最後のラウンド、第6ラウンドです。まっすぐ下がるんではなくね、できるだけね相手のアウトで右だ、思い切って踏み込んでいった。少しダメージがあるかとも思ったんですが、浜田さん思い切っていきましたね。いやダメージもまだあるんですね。ありますか、まだあるんです。あーまっすぐ下がっている、ここにワンツースリーフォートパンチを浴びせかけていくバレロです。苦しくても攻撃は止めなかったですよ。左打ち、しかし左が2発、相打ちでも今は本当苦しいですからね、相打ちもしちゃいけないんで、バレロ打ったら動くがいいんですから。相手をしっかりと見据えている島田です。36歳10ヶ月、日本では最高齢の新チャンピオン誕生なるかという試合、そして富山県出身なんですが、富山県人として初めての世界チャンピオンになるかというこの島田武宏です。寺島さん、その青コーナー島田なんですけれども、トレーナーによりますと傷は浅いと、陣営としてはダメージはないのでこのラウンドもいけると踏んでいます。大事なのはタイミングだと話していました、そしてその回復力を高めるために低酸素ルームに入ってインターバルトレーニング20代前半の数値をマークしています。回復力には本人も自信を持っている島田武宏。寺島さん、チャンピオン陣営は、かなり挑戦者足に来ているというふうに見ていますね、ただ指示は変わりません。必ず3発打ちなさいという指示です。一発狙って一発狙いで倒すなという浜田剛さん考えでしょうか。そういうことですね。クリンチになってもすぐに後頭部を抑える、このあたりもベネズエラのスーパーチャンピオンエドウィン・バレロよく分かっています。チャンピオンの、ボディストレート、あれもねやっぱ嫌なパンチですよね。左ストレートですね、左狙っていく、
それを右でブロックして右、いやパンチの選手やると小さいパンチでも徐々に効いてきますからね、クリンチでもとにかく打てる状況であれば打ちますからね。そうですね、バルの場合は今も2発打ちました。エナリストレート、ガクッと腰が落ちかけた、ね、島田です。ここで勇気を持って右を合わせたいですね。いいそうですね、ナイス、思い切っていく、打ち合っていく、少し腰が引けたようにも見えるが島田どうだ、相打ちになるとやっぱ苦しいね、相打ちではなく、ずっと右が入って苦しいの渡し方、間違いありません。さあチャンピオンが締めるか、そうするんだったら一気にやったらいいですね。そのセコンドの指示通り手数でチャンピオンが倒すのか、残り30秒切った、ダメ、たまらないでね、勝負するのも手ですよね。勝負に出るか、勝負するのが一気に前に出ることですよ。16歳でタイソンに憧れてから20年の月日、20年の集大成、前へ出る、バレロを押し込んでいく、しかしパンチを出していく、非常にも強いパンチ、右から左、バレロ向かっていけるか、島田、ここで前半終了、第6ラウンドは終了しています。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャレンジャーの島田がかなりチャンピオンバレロのパンチ効いてきています。ここは左ストレートガードを押しのけて、浜田さん当たりました。本当に力でねじり込むという打ち方しますから ね、いや本当に苦しくなりましたね。後半に入ります、第7ラウンドです。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、表情を見る限りでは白いトランクス、チャレンジャー島田武宏、うん、腰を落として打つ構えですから ね、そうですね、いいですよ、また回復はしたようです、しっかり勝負すればいいんですから、はい、思い切って男らしく勝負ができるか、左、執念、その一言で20年、あー左ストレート、腰が落ちた、効いた、決まった、しまったちょっと来ました今ね、効いたけれども、この20年間の思い積み上げてきたもの、今下がるとですね、もっとパンチ飛んできますからね。なるほど、一気に前に出た方がいいですね。なるほど、一気に前に出た方がいいですよ。前に出る形でしか止められない、勝負したいですね。前に出られるか、出ても危ないこと、危ないですけどね、下がるとパンチが、バルのパンチが伸びますから。36歳10ヶ月の島田、26歳のスーパーチャンピオン、エドウィン・バレロ、前でパンチを合わせたいですね。だいぶ足が効かなくなってきたか、足の力が入るのは入るんですね。さあ何が残している島田、いい、左前に出る、島田のいいパンに当たってるんですけど、悔しいパンに強いですね。チャンピオンがじわ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 と上下を分けてきましたね。キャリアのために長いラウンド戦ってもいい、そのテクニックを学んでいるところだというふうに話したエドウィン・バレロ。槍のボディ一発では狙っていません、パンチの蓄積でこの島田を倒そうとしている、ロープに吹っ飛んだ、苦しいですね。最後はフィニッシングを考えているか、焦ってないんですね、左の目がね、ちょっと違うし、かなり腫れてるんですよね。そうですね、まぶたが大きく腫れ始めました。これはバレロ、あーっと、マウン中の攻撃ということになるか、まだレフリーダウンの人は打たれましたよね、倒れるまではレフリー、あーっと、ここで一気に試合を止めた、リネーバレリーが試合を止めました。うまく戦ってきたんですけどね、もう力で強引にいかれましたね。今最後はフックを浴びてなんとかダウンを免れようと思ったんですが、そのこらえているところにパンチをもらってしまいました。むしろですね、まあ、倒れてなるかという気持ちあるんですけどね、はい、むしろ倒れて次のパンチを防いだ方が良かったんですけどね、回復を待った方が良かった、もう座ってそしたら相手打ってこないですからね、まあ倒れてなかったんでバレロ打ちましたよね、打ちましたからね。そうですね、そして今冷やされていますが、左のまぶたが大きく腫れて少し、内出血を起こしていたでしょうか、鼻血も出ています。スーパーチャンピオン KO 率 100% のエドウィン・バレロに対して真っ向勝負を挑んだ結果です。第7ラウンドテクニカルナックアウトで雷エドウィン・アリキナドール勝利を収めたのはエドウィン・バレロです。デビューから24試合連続 KO 勝利、
これは母国ベネズエラの新記録ということになります。そうですね、これは自分がやったムニョス選手の記録を破りましたね。アレクサンデル・ムニョスの23戦連続 KO、 これを乗り越えたということになります。いや、島選手ね、よく戦ったんですけど、はい、パンチの違いが出ましたね。パンチの違いですか。はい、本当に浜田剛さん、はい、向かっていきましたよね。いや本当にですね、どういう風に戦うかというふうに思ったんですけど、本当に勇気あってですね、勝ちのボクシング、勝ちに行くボクシングにしましたよね。あ、うん、それでバレロが焦って、もう何でもいいから目の前にあるものを打ってやろうと、この打たれながら、このバレロですね、バレロ打たれながらも打ちに行くと、この強引さが止めきれなかったですね。なるほど、まあ、このパワーはまあしょうがないでしょうかね。やはり最終的にはパワーの差が勝敗を分けた。ただ前半は